フューチャー・ザ・フューチャーという、まあ、あの漫談したいんですけど、あのですね、バック・ト・ザ・フューチャーというのはですね、過去にもうゾーッと、未来過去にゾーッと行くという。で、フューチャー・ザ・フューチャーというのは未来未来にゾーッと行くという。まあ、そういうふうなあの考え方によってですね、私は考えてるんですけども、あのバック・ト・ザ・フューチャーと言いますと、すごく過去の未来にザーッと行ってしまうっていうのがありまして、2つあるんですね、未来が。で、フューチャーとフューチャーになりますと、未来未来にゾーッと行くという。だから私はまあ方針としては、あのフューチャーとフューチャーで行きたいなということで、まあ、やっているわけなんですけども、まあ今日はですね、宇宙漫談ということで、まあ、漫談をしたいと思います。宇宙にザーッとあって、果てにありますけども、そこにですね、あのザーッとこう基地ができていてですね、宇宙基地がバーッとできてるんですね。で、その宇宙基地に UFO がバーッとやってきまして、その UFO が、あのバババババと UFO の中でですね、あの機械を動かしてですね、でザーッと更新してるわけなんですけれどもね。で、そこでですね、更新しますとですね、あの宇宙地球人がバーッと喋りますとですね、宇宙人がバーッと喋り出すという、私がバーッと喋ったらまたその UFO がバーッと喋るという、まあ不思議なもんなんですけども、でそれでですね、私は目をパチパチさせましてですね、外見てたんですよ。そしたらですね、こんな小さな UFO がですね、バーッと飛んでるっていうのが見えましてですね、ああ、私は不思議やな、不思議やなと思いまして、ずっと考えてたんですよ。で、それでずっと行きますと、またその UFO がですね、バーッとこう戻っていきましてですね、で、あの空の方にですね、バーッとこう動き出すという、空の UFO が動き出しましてですね、で、私はその UFO に向かってですね、テレパシーをしながらですね、アドベース、ボール、ボール、ドベースと言いましたらですね、UFO がですね、ウェイ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 となんか喋ってくるんですね。で、まあ不思議ですね、天からですね、UFO がですね、バーッと落っこちましてですね、それがポトッとその天の方にまた戻っていくという。落っこちながらまた戻っていって、元の UFO に戻ってですね、惑星に飛び立ったわけなんですけども。で、そこでですね、私はですね、あの、話しましてですね、UFO に向かってですね、ハンダブースボルトボーザー、ブースボルトボーザー、ビスビスボーと喋りましたらですね、UFO がですね、ハンダビスボルトボーザー、ビスビスボーと喋りましてですね、で、不思議ですね、UFO がバーッと飛んでいったというわけなんですよ。それで、自動車もですね、空飛ぶ UFO に乗ってバーッと飛んでいったという、まあそういうことなんですけど。